当時の自分の神経がわからん話。高校生の頃、昼は弁当だった。ある日持たされた弁当が、父と間違えたものらしく、父宛てのメモが入っていた。内容は、いつもご苦労様みたいな普通の内容だったのだが、最後に今夜かで食べる?と書いてあった。俺は、それを、母から、父への夜のお誘いだと思い、嫌悪感で一杯になった。今思えば、今夜かで食べる?は、夕飯は、家で食うのかという質問に過ぎなかったのだと思えるが、高校生で、頭が半分霜で埋まっていた俺には、そうとしか思えなかった。俺は、その日弁当を食わず、購買でパンを買い、手つかずの弁当を持って帰り、これ見よが、死に流しに置いておいた。仕事から帰った母が食べなかったの?具合悪いの?と聞いてきた。うるせえ。そんな汚ねえ弁当食えるかよ。と怒鳴り返し、壁を蹴ると母は固まっていた。親父の弁当と間違えてたぞ。と言うと、母はおどおどしていた。そのおどおどさに、やはり夜の誘いだったんだと確信した。9時か10時になって帰宅した父と母は話し込んでいた。俺はわざと階段を行ったり来たりし、廊下をドスドス歩いて、両親が追っ始められないようにした。同様の嫌がらせを約1年ほど続けた。ずっと忘れてたんだが、女房に作ってもらった弁当を開けた時、忽然と昔を思い出した。冷静に思い返せば、あのメモはいやらしい文面でも何でもなかったし、いきなり弁当を食わなくなったことで母を泣かせたし、それに当時40代だった両親に夜の営みがあるのは当たり前のことで、それを1年間邪魔し続けた自分が申し訳なさすぎる。謝ろうにも謝れる内容ではないし、思い出してから数日、自己嫌悪に反問している。今年の母の日と父の日に奮発することで、なんとか埋め合わせとしたいが許されるだろうか。